引っ張っていった、三遊間レフト前ヒット、岡本タイムリー、ジャイアンツ勝ち越し、ウォーカーが帰ってきました、ジャイアンツが4連打。岡本、そして今年大きく成長を遂げるか、高卒3年目の佐々木朗希、キャッチャー外、中に入ったボール、センターバックする、バックしてどうだ、入りました、岡本の勝ち。一球を逃しませんでした。これぞ4番の仕事、岡本のオープン戦第5号満塁ホームランが飛び出しました。変化球センターへ追っていく、岡本がまた佐々木朗希から打った、岡本にホームランが飛び出した、3回の裏、佐々木朗希今シーズン初めてホームランを打たれました。岡本和真5試合ぶりのホームラン、そしてオープン戦に続いて令和の怪物佐々木朗希から2本目のホームラン。